いよいよ英検1級。なんと、はい、私ナショナリズムが分からなかった。嘘でしょ、もう。Because there are a lot of different cultures and you know like things going around. なんで9だったの？なんで9だったの？おかしいんだよ。そうだ、始まりました。さあ、まりまさんです。はい、顔が疲れてるよ。そうだよ、生誕祭で疲れているということなんで。昨日生誕祭ありがとうございました。はい、アイドルの。わ、でもまあちゃんと化けましたね。どういうこと？何？いや、化粧せずにやってきたじゃないですか、もう。本当に。え、変わった？いや、変わった、全然違う。全然違う。やめて、すっぴんがブスみたいになるじゃん。いやいや、ブスじゃないですよ、全然すっぴん、うん、でも本当に今もう子供みたいな顔でやってきたよ。ちょっとだけ盛りましたね。いや、だいぶ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 違う。いや、でも絶対すっぴんの方がいいって人もいる。あ、まあ確かにね。全然だって、みたいな顔じゃないじゃないですか。じゃなかった？はい、じゃなかった。本当子供みたいな顔。はい。じゃあ、はい、そんな丸山さん、いよいよ英検1級。なんと、はい、出ますよ、結果。出たったよ。そうです、出たたん、出たたん、出たたんはやったけどね。出たたんは単語壊滅的だったんで、うん、一次試験の時に、はい、だから単語を覚える時にあれやったけど、課金するまでさ、無料で使えるところがあるからさ、 そこで十分めちゃくちゃ使えたけど、なんかもっとアドバンスで使いたいなら課金してもいいかなって思ったから。でも私はノーベンで行っちゃったから、ね、いっか今日今回はと思っちゃったけど、本当に勉強しようと思ったら使ってとかもめちゃくちゃ、そう、次回やってください。はい、次回やるの。いや、もう何、何級なの？0級とか。いやいや、1級分かんない。受かってなかったらもう一回やらなきゃいけないかも。あ、でも一時受かってるから免除だ。そうそう、はい、免除。ごめん。あ、でもちょうど今ね、コメントもマリモさんの二次試験の動画も楽しみにしてます。あ、ほんとだ。はい、英検の単語は出た単価ですってコメント来てる。はい、じゃあ行きましょうか。じゃあこれまた一回、はい、いきますね。あのパスワード、はい、もう行っちゃうよ。あ、行っちゃう。はい、ちょっと怖い怖い怖い。ちょっと待って待って待って、そんなにすぐに、そんな怖い怖い怖い。せっかくだからね、アーニャのこれつけてって。なにそれ。アーニャに行ってきたんで、はい、これコンプラ違反じゃないの？コンプラじゃないわ。これコンプラダメなの？著作権みたいな。はい、著作大丈夫でしょ、これは。これは大丈夫でしょ。え、これ森哲先生の趣味だって、はい、違うわ。ちょっと結果見るところのサムネにしないと。だっていつもサムネのとこブスじゃん。これは1級、まあ、あれね。あ、一時ね。そうそうそう。え、もう、え、見て、きたー。合格した。あー、はい、わー、はい、見てみましょう。はい、これ、はい、じゃーん、ということで、はい、ちょっと驚いてるようにしてください、サムネ。何この時間。毎回やったじゃん、こうやって。そうそうそう。いや、それだったら分かって、ネタバレじゃん。ネタバレじゃん、もう合格してるやん、これ。はい、確かに。だからね、そういうことです。はい、こうやって850点中の683点、合格基準は602点だって。でも C1 いって、見てほら、9、10、ショートスピーチ、スピーチが10点満点中9。素晴らしい、さすがです。帰国子女の力見せました。与えられたトピックの中から一つ選び、論点とそのなんとかスピーチを組み立てることが求められますって。素晴らしい、10点満点9です。次、スピーキングインタラクション。そうですね、スピーチした後にこうインタラクションあるんですけど、うん、面接官とやり取りの中でそれぞれの質問に対して臨機応変に応答し、会話を継続することも求められます。どんなの？これマイナスね、1は、うん、分かる。なんで？ What do you think about nationalism? って聞かれたね、はい、私nationalismが分かんなかった。嘘でしょ、もう。え、聞いたの？ What is nationalism? え、違う、それで、oh, is itThen is, are you talking about people who love their own country? って聞いた。ああ、ね、まあまあまあ、合ってる。合ってるね。まあまあまあ、合ってます。だから、それで、なんかちょっと、時事ネタ的に頭が悪すぎて、うん、なんか、え、他どんな質問聞かれたとか覚えてます？え、なんか、These days,people who live in the United States,they lose their identity because there are a lot of different cultures and, you know, like, things going around. っていうのから、はいはい、What do you think about people who live in the States? って聞かれて、そしたら、それを聞かれて、ああ、答えられる、答えられると思ったら、仲裁人みたいな人、初期の人が、なんか、It's time! ってなって、時間切れだったんだ。まあ、それありますね、アイデンティティクライシスみたいなの。 うちのね、留学してた時の、まあ、アンドリューってルームメイトがいたんですけど、まあ、タイワニーズと、なんだったかな、どっか東欧の国のハーフで、
アメリカに住んでアメリカ人だからっつって、うんうん、俺は何なんだってなってましたからね、うん、本当にアイデンティティクラッシュ。でもさ、じゃあ私もさ、そうだったのね。まあ、そうですね、日本人に生まれて。そうだからそれを、うん、自分のエクスペリエンスを話したの、ダラダラと。おお、なるほど。長々と、はいはい、そうで、アメリカに住んでねえじゃんって言われたの。違う、オーストラリアとファンとタイに住んで、エイジアもその、うん、第一言語イングリッシュのところに行ったらから、うん、それでじゃあなんか日本人なのかな私みたいな感じで、うん、思ってたんですけどみたいな。日本に帰ってきて、まあ改めて日本のなんか文化に気づいて、うん、気づこうとする努力をしてますみたいな。おアイドルとかやったり、そう、あの日本の大学帰って法律学んだりみたいな感じでまとめた。なるほど。 Great speech。 Great speech、yeah. スピーチがその内容だったの。あ、違う、それトピックが確か完璧には覚えてないんだけど、うん、現代の人たちのアイデンティティがあることが大事か否かみたいな感じだったと思う。なるほどね。で、私は多分あった方がいいんじゃないみたいな言った。なるほど、いけたわけですね。いけた。いやー、すごい。で、speaking grammar and vocabulary 満点です。10 out of 10ですよ。ナショナリズム分かんなかったけど10です。確かに、まあ、当たってたからね、うん、幅広い範囲の語彙、文法、正確かつ適切に運用することが求められます。で、次 speaking pronunciation 満点ですね。 10 out of 10。 内容が薄くても pronunciation がいいからね。そうですね。面接を通して発音アクセント、イントネーションを正しく運用することが求められますと。これでなんでさ、え、そうなの？なんで、え、そうなの？なんで9？え、わかんない。なんで9だけでこんな減点されんの？ね。850から683までガーンって減るの？そう。ちょっと意見の皆さん、なんで？え、だったらさ、ここ7とか8とかにしてくれたらさ、うん、あ、なるほどってなるけどさ、どのけどさ、これ一点ずつ落としただけでこんなだったら、もうさ、みんな落ちてるやんじゃあ、ね。すごい、え、そうなの？こんなにガーンと減るの？知らんかった。面白。で、overall、はい、overall、全体3400点中2731点。まあまあ、これはね、あのスコアの問題あって、はい、合格か不合格かの瀬戸際なんでね、はい、まあ2731。まあでも、大学受験だったらもうすごい高いところまで応募できます。もうめちゃめちゃすごいところまで行けます。いやー、これで森哲さんに何買ってもらおうかな。エアタグじゃん、そういえば忘れてた。そうだよ、忘れてたわ、そういえば。そうだよ、私はそれをもう頭の中でこうやってエアタグって思いながらループで英検会場に行ったの、朝。ループでミーって。え、それをね、話して ループってなんか乗るやつ、あれ。それでなんか、あ、はいみたいな、今日はよろしくお願いしますみたいに言って、Oh, I almost crashed、this morning って、なんでって聞かれてから、ループ初めて乗ったんですけど、あ、その話したの。 それを言ったら笑ってくれて、だからそれでもうこの点数だった。ありがとう、ループ。乗ったことない、あの緑色のやつ。そう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 、東京じゃない人分かんないかもしれないですけど。あ、確かに、え、それバカにするよ。いや、バカにするじゃん。いや、見たことないと思うけど、まあ、見るじゃないですか。僕からも普通に23区いりゃ見るんで、見かけるんで。使ってみないわ、あれ。いや、使ったことないわ。森さん、リッチだからね、タクシーしか使わないから。いや、そんなことないです。この暑い中、電車で朝ね、言ってますよ。えらい。満員電車の中、夏期講習言ってますよ。ということで、じゃあ全体の結果は、リーディングが639、うん、リスニングが715で、めっちゃ高いですね。で、ライティング694、そしてスピーキング683。なんで9、ね、なんで99だったんだよ。99だったんだよ。だってさ、順番的にリスニング、ライティング、スピーキング、リーディングっていう順番でしょ、うん、私、もう本当は、ライティング、スピーキング、リスニング、リーディングなのにさ、トーフルでは。なるほどね。ああ、なるほど、トーフルで。うん、不思議な結果になりました。能面で1級勝ったのは本当にすごいと思う。私だってこれ見てギリギリやで、これ。本当だ、合格基準2630って、なるほど。なんかすごい、ティープとか、セファールとかで受けられてる。何それ、ティファール。ティファールは取っ手の取れるでしょ。違う。ティープでこれぐらい、いや、ティープってあるんですよ、試験。これだってティープは400点取ってるから、全部100点まで。すげえ、うん。セファールの C1 なの？いや、C1 でもだいぶ高い方いけると思うんだけどな。ボキャビュラリーがないのかな。いや、全然取れると思うんですけど。まあ、やっぱり帰国子女は強かったということで。でも、あれ。森哲先生に、森哲先生。初めて言われたよ。初めて言われたよ、先生って。森哲さんに。誰って俺だわ。
森田さんに1級受けてみなよ言う、はい、みたいな感じで言われなかったら、はい、準1級で人生終わってたから。そうだよ、もったいなかったそれ、うん、確かに朝早く起きるし訓練にもなった。そこもうこれだってね言えますからね、英検1級持ちです。やっぱ準1と1級じゃさ違うじゃんね。あ、だって英検1級持ってるアイドルと持ってないアイドル確かに全然違う。英検は持ってる、違う違う、AKQ を持ってるアイドルなのでぜひ応援してください。そんな喋り方なの？違うよ。そんな喋り方なの普段？違う。そのアイドル的にはアイドルの時はどういう喋りなの？え、オラメラ行くぞみたいな感じ。ああ、そういう曲もあるけど、うん、ありがとうございますって感じ。わお。生誕祭はね、僕生配信中でしたんでね。あ、そうだったんだ。いやいや、スケジュールの時言ってたじゃん。言ってたっけ？スケジュールでこのもう来ないってなったら忘れてた。でそれ終わった後だったら撮影できる。いや、生誕祭だから。ああ、そうだそうだ、確かに生誕祭だ。ということで、ということで、じゃあエアタグゲット、ゲット。ーじゃあ今から買いに行ってきます。今から？遅っ。はい、遅刻まですか。今日もがっつり遅刻してきましたんで、ね、yes。 はい、マリムさんのチャンネル貼ってます。これきっと、あ、これマジでお願い、これみんな行くんじゃない？そう、ね、これ見せられたんで英検一級アイドルって出せるわけです。そうそうそう、確かに。これでだいぶ箔がついたと思います、ね、じゃあなんかカッコつけて英検1級の取り方とか動画見ようかな。いいじゃないですか。今日ちょうど上げてたんだけどね、これね。はい、マリコさん撮りましたね、おめでとうございます。ぜひ高評価、いいね、チャンネル登録忘れないでください。あ、間違えた。これもおかしい。はい、わかりました。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。やりました。やったね。次は何の企画だよ。次、確かに何か挑戦してほしいものだったらですね、ぜひ、なんか、来い来いみたいです。はい、ぜひ、マリコさんに挑戦してほしいもの。踊ってみたとかの動画盛りで先生のチャンネルであげたもん。どういう路線変更みたいなね。でも、綾田君も昨日の生誕祭でさ、もらっちゃったんだよね。え？違うものにして。違う。ちょっと待ってください。どう、え？綾田君もらっちゃった？そう、もらっちゃったの。ごめんね、森哲さん。